近術は、感情はお感情。見事に当選しました。セットで買っていたので、惜しかったのですが、ストレートで買えば本当は倍の金額でした。はい、ブルーム涼子です。今日は、面白いことが起きました。私は魔女とお話してるじゃないですか。だからやっぱり魔女の旦那は悪魔じゃないとね、つまんないじゃないですか。はい、なので、私たちの喧嘩ってね、本当に魔女と悪魔なんですよ。ものすごい喧嘩するんですよ。うわーって言うし、お前のせいだどうのこうのってギャーって言われて、始めねえってこう黙ってハイハイって聞いてたんですけど、いい感じだけどこのバカだねって言って、わーって喧嘩になって、わーってビルビ引っ掛けるみたいな感じでね、寝たんですよね。で、それから3日後にね、これが当たったって話なんですよ。だから、私たち2人もね、こう、わーって、うおーってズバリ造語の喧嘩をするんですけれども、結局ね、その後に、あ、これ来るよね、来るよね、みたいな感じになるから、次の日にね、結構仲いいんですよ。土日祝日以外は、毎朝、インスタのストーリーズで、今日の一言魔法というクイズを配信しているんですね。現実創造、願望実現のお話をいつもしているんですけれども、その中によく不労所得のお話私出てくるんですよ。なので常連さんはね、もうお分かりだと思うんですけれども、過去にね、何回かこのネタってちょっと出てるんですよね。ただ、検証結果というものがもう少し欲しかったので、何かこう YouTube で撮ってっていうのはできなかったんですけれども、今回、見事に当たって、そして当たるタイミング、感情はお感情ということがね、もうチャリーンってこう分かったので、今回はね、ちょっとお伝えしようと思って動画を撮っています。感情はお感情。怒りや悲しみで深く落ち込んだり悲しくなって、とても耐えられない。素直になりたいと思うときは、感情を吐き出して、落ち込んで、そして泣いて、すっきりした後にできる人生の再構築の道に、不労所得は流れ出す。今日の動画は、チャプターで起こった出来事ごとに飛べるようになっているので、ぜひ活用してみてください。今日のはね、神回。まさにね、錬金術ってこういうことなんですね。怒り、悲しみ。というのに落ち込んだらいけない。で、特に怒りというのは、やっぱりこう人生を棒に振るよとかね、そういう言い方をよくされると思うんですよね。で、私がね、尊敬してやまないシリコンバレーの生きた伝説とされるナバル・ラビカントさんもね、怒りというものにはね、落ち込むと人生狂うぞみたいなね、そういうのをちょっとご本に書かれてらっしゃったんですけれども、私はね、そうかなーってなんか思ったんです。で、なぜかというと、私は自称医学魔女とお話してるじゃないですか。なので、私の根底には、中医学、陰陽五行、そして感情の七条というものがあるんですね。その七条、七つの感情というものは、人間だけではなく、生き物すべてが持っているとされています。なので、まあうちはワンコ飼ってますけれども、ワンコだってフーとかハーとか、ニャンコだってキャーとか言うわけじゃないですか。そして悲しい時にはグーンって悲しい顔しますよね。だから、その怒りとか悲しみとかは、生きてるがゆえに、この体があるがゆえに、必ず持ち合わせているものなのではないかなと。怒りがダメなら、悲しみがダメなら、なぜ存在するのだろう。そもそも人は理不尽な扱いを受けた時とか、悲しみが根底にある場合って怒りっていうものが出てくるじゃないですか。なんで分かってくれないの？なんで私だけこんな扱いを受けなきゃいけないの？っていう。で、それがチリツモになってバーンと爆発してわーってなるわけですよね。なので、それは人間として生物として生まれた以上、絶対にそれは根底にあるものということです。なので、怒りが生物の本能。そして備わっているのであれば、怒りを他人に向けて人を破壊するのではなく、自分の人生を再構築する起爆剤に使ったらいいんじゃないの。なので中医学はね、よく怒りというのは肝臓に属している。だから怒りすぎると肝臓悪くなるよって言うじゃないですか。抑えすぎると肝臓がね、むしろ悪くなるんじゃないかなと思うんですよね。溜め込んでしまいますからね。なので、適度に怒りが出したいときは、それを人に向けずに自分の人生の再構築に使ったらいいんじゃないのっていうね、こう、いい感じのリサイクル、感情リサイクルみたいなね、感じで使ったらいいんじゃないかなと感じたんですよね。
実はですね、今回の感情はお感情論は、不労所得の道というのは過去に何回かあったんですよね。で、発端は、うちの、柴犬桃太郎が交通事故にあったことから始まったんですよ。私がちょっと目を離した隙にね、車に跳ねられちゃったんですよ。で、腕から血を流していて、で、口にも血がついていて、死なないで、うーって、悲しみと心配で、もう、どうしよ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 うってなっていて、でもその直前にね、ナンバーズの3と4を買っていたんですよね。もう大事にはね、全然至らなくって、ただね、手を擦り傷をして、で、その血がね、舐めた時にここについていたってだけだったんですよね。でもね、その後に、と思ってものすごいホッとしたんですよね。でその後に、はあ、やっと落ち着いたと思ってナンバーズの結果を見たら3と4がねめちゃめちゃ近い数字が出てたんです。両方ストレートしか買ってなかったんですけれども、ボックスだったら当たってたんですよ。だからみたいなことが、でそれも3と4がどっちもなんですよね。だからなんかこれどういうことと思ったんですよ。でもその時はこの感情論わからなかったので、時が経って、ある神社に行った時にね、亡き父に会ったんですよね。私、父と本当いろんなことがごちゃごちゃあった人なので、で、やっぱりその時にこう腹割って話した時に、ものすごくこう涙が止まらなくなって、ワンワン泣けたんですよね。で、泣いてすっきりした後に、ね、お父さん今日ナンバーズ買いたいんだけど、ナンバーズ何がいいと思って聞いたんですよね。そしたらお前がワンワン泣いてるから涙とかどうだってギャーみたいなこと言われて、まあ適当なこと言うなと思ったんですけど、語呂合わせで涙で買ったんですよね。そしたらね、当たったの。で、なんかね、その時に、あれなんか、感情が動いた時に、お金不労所得が来るぞって思ったんですよね。で、感情が動いていない時にナンバーズを買っても当たんないんですよ。だから感情がバーンってこう動くようなことがあって、で例えば怒ってる時、悲しんでる時とかどうしようと思ってる不安な時に買うんじゃなくて、それがふっと落ち着いてすっきりした後、自分の中で感情を処理できた後に買ったりとか、結果を見ると当たってるってことに気づいたんですよね。ただ、これって結構ね、ナンバーズとか宝くじとかって一番こう割に合わないギャンブルとかね、なんかそんなことは浪費であるみたいなことを言う人たちもいっぱいいるわけですよね。ただ、私はね、結構数字が好きなんですよ。だから自分で数字で選べるっていうのはすごい楽しいんですよね。ただね、やっぱりこれって何なんかなみたいなのがあって、何かね、ちょっと自分の中でもこれを伝えていいのかなっていうのがあったんですけれども、まあそんな時に元三菱サラリーマンさんですね、穂高唯希さんで、彼が言ってる素晴らしい名言があって、私は無理や不可能やと言われているものは、ほな自分で不可能でないことを証明したろうやないかと考える性分ですっていうのがあったんですよ。で、あ、こういうの好きと思って、これね、やっぱ先駆者の人の考え方じゃないですか。不可能だったらダメと思われてるんだったら自分が証明したろみたいなね。だから、これね、私も証明したろと思ったんですよね。で、今回ね、証明できたということなんですね。はい。なので、まとめると、怒りは生き物すべてに備わっている本能である。怒りで人を破壊する、攻撃するのではなくって、今までの自分の人生をいい意味で再構築するものに使ってみたらどうか。起爆剤として使える。要は怒りが出ている。悲しみたい、泣きたい、怒りたいという自分の感情に素直に認めて、許した時に現実創造できるまでの道が、こう、タイムラグ、パラレルワールドの入り口みたいな感じですかね。それがね、こう、スッと隙間ができた時に、不労所得というお金が、その道に流れ出すんじゃないかなと思ったんですよ。なので、これからの時代は、魔法使いならぬ不労所得使い。これだけ世の中がファイヤーとか、税金とかをね、結局稼いでもね、アホみたいに税金持っていかれる世の中なので、いかに無駄に稼ぎすぎずに、不労所得で楽しく生きていくかって時代にでも入ったと思うんですよね。だって
この世界で回っているお金の7割は不労所得ですから、まあ、不動産とかね、投資とか、お小遣いとか、人によっては愛人業とかね、なんかそんな感じで、いろんなこう不労じゃないところでお金がね、回ってきてるっていうのが実際、7割がそこなんですよね。だからどんな形でお金が来たっていい。そんな感じで緩やかに生きた時に、感情に素直になった時に、不労所得というのがご自身の道に流れ出すんですよね。はい。ではですね、今日は一粒万倍日らしいんですよね。なので、ずっと抑えていた感情、怒り、悲しみ、泣きたい、これをわーっと吐き出して、古い人生をバージョンアップしていきましょう。そしてすっきりしたタイミングで宝くじの結果を見たり、宝くじを買ったりすると、その結果が面白いことになると思います。ただ、これ一回こっきりじゃダメですよ。私もね、1年以上続けてるんですよ。なので、まず続けるっていうところから道はできていきます。なので、自分の感情を見ながら実験を楽しく、数字と感情と、一緒に仲良くしながら、人生を楽しんで魔法使いになっていきましょう。はい。最後に、インスタストーリーズにいつも来てくださる常連の皆様、検証がね、できるのもやっぱり皆さんが来てくださるので、こうやって毎日配信できてるわけなんですね。なので、すごくすごくね、私の心の支えになってくださってありがとうございます。そして、インスタストーリーズね、すごくね、面白いので、現実創造のコツ、不労所得のお話、魔女のお話、いろんなお話してます。どうぞどうぞ、ぜひ遊びに来ていらっしゃってください。いつもありがとうございます。それでは、ご視聴ありがとうございました。